はいそれでは2023担当筆試験のキルを始めさせていただきます行政法教担当いたしますレクセン人行書の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますで今回ですね担当筆試験受験なさいました全国の受験生の皆様本当にお疲れ様でしたあのゆっくりしてくださいねって言いたいのも山々なんですけどまだ次のね担当試験がありますのでまあ今日のこのキルをねお聞きになってまあ今後の勉強の糧にねしていただければ幸いに思います。 で当日なんですけど私あの一応東京の高田馬場の会場に立たせていただきましてでねまあ一応激励ね一応しゃつもりだったんですけどもあまり声が出せないってことでねまあ軽くアイコンタクトでね皆さんにねご挨拶をさせていただきましたで一応12時に行政放棄終わりましてその後スタッフから問題を受け取って私ねあの家が地元なんですよ新宿のワッサーなんでもう速攻で家に帰ってでもうカーテン閉めて部屋ね扉も閉めて。 ももうひたたたすすすら問題解いたんででけども難しかったですね私のまず第一印象がちょっと難しかったな前半は結構優しかったんですけど途中からいきなり難しくなって後半は何じゃこれって感じの問題ばっかで正直言うとまあ難しかったなでも私皆さんに申し上げましたよねあの去年の本試験は行政法規は優しかったけど揺り戻しが あるかもしれないよ。ってことを特に直前のね。鉱山の中で私繰り返しの際にね。お話し,しました。まさにそれがねまあ、現実になったなと揺り戻しが起きたなというそんな印象でしたね。ま2年前ですね。さらにもっというと、3年前ぐらいまでの難しい問題にちょっと戻っちゃったかな。そんな印象でしたね。で、この後ですね。こちらのレジュメですね。使ってい色ろ々いろね。またデータですね。この今回の行政法規のデータ、ちょっと見ていきたいと思います。 じゃ、こちらのレジュメご用意ください。担当本試験を切る行政法規ですね。こちらのレジュメでちょっとね。表紙めくってみてください。い,いですね。で、1番最初ですね。1ページ目ですけどもご覧のようにね。今回の行政法規の回答ですね。これずらずらとね。この正解紙の番号上がってますけども、注目してほしいのが、そのすぐ右横なんですよ。ちょっと大きくしますよ。よいしょ。こんな感じで。で これすぐ右横に上がっている正解率というのが今回皆さんにですねご協力いただきましたレックのオンラインリサーチですねのオンンラインリサーチによる皆さんの正解率です。あと加えてそのすぐ右横の難易度とかこを見てください。難易度ねこれまた例によって ABC のね3段階で表示してありますでちょっと下の方を見ていただきたいんですけど A が優しいですで C が難しいで B が中間ということなんですね。 で、もうちょっと正確に言いますと、a は正解率が70%以上です。70%以上、これが a ランクです。a ランクでその真逆が c ランクですね。c ランク、これは正解率が50%未満です。50%未満ねで残る b が中間なんですよ。中間でこれが正解率が50%以上70%未満ということで。 また裏のねページでもまたねこの ABC のね説明出てきますけども A が70%以上 C が50%未満で B がその中間で50%以上70%未満ということでね皆さんご自分のね正解とね正解と照らし合わせてみていかがですかね。これ見ていただくと前半の方結構ね A とかね B とかやっぱりね解きやすいんですよ優しいの。でも途中あたりからねこの C がね もうごっそり出てくるんですよ。なんじゃこれやって感じで、特に二十五番からずっと。これ。五問ですかね。五問続けて。これ C. ランクですね。こんな感じです。こんな感じで。で、早速ちょっとね、裏のページめくってみてください。こちら。ちょっとちっちゃくしますよ。よいしょ。で、行政法規本年度試験傾向。まず括弧一の形式面です。形式面。で、組み合わせ問題が。昨年の二十三問から。 今年問問に4問も減りました問減ったで単純正誤問題ですね正しいものはどれか誤ったものはどれかという単純正誤問題が昨年の16問から20問に4問増えてます増えてる。で最後、えー、と穴埋め問題ですねがこれが昨年と同じく1問ねプラマイゼロでしたと。で消去法によって比較的答えを出しやすいいわゆる 組み合わせ問題が、ね、さっき上でご覧いただきましたけど、4問減って、で代わりに消去法があまり使えない、ね、全く使えないわけじゃないですけど、まあ,あまり使えない。単純整合問題がま4問増えたので、まあ、形式面では昨年よりも解きにくくなったということははっきり言えると思います。で次の括弧に、この内容面ですね。内容面。さっき前のページでもねご紹介しましたけど、難易度 A ですね、A ランク、正解率70倍以上の問題が、 昨年の二十三問から十九問に四問も減ってるんですよ。減ってる。で、今度難易度 B です。中間ね。正解率が五十パーセント以上七十パーセント未満の中間の問題が、昨年の十一問から十問にやっぱり一問減ってる。減ってる。で、最後ね、一番難しい難易度 C です。正解率が五十パーセント未満の問題が、昨年の六問から十一問に五問も増えてるんですよ。 なんじゃくれた感じです、ねね、こんな具合に難易度 A あと B のこの問題が計5問減ってでその分難易度 C です、ね、が5問増えたということで,でその結果行政法規の平均点ですねこれもちろんレックの、ね、オンラインリサーチですけども昨年が69.3点だったのに対し今年は63.8点に下がってるですね。 でなお、この平均点は本日付けですね5月23日現在ですよ、テック独自のオンラインリサーチですよということでしたがって、この丸カッコ見てくださいアンダーライン引きました昨年よりも5.5点も下がっていて、まあ、約2問分ですね、2問,2問,2問ちょっとか、ね、2問分難しくなってますよそういうことなんですよ。ですね で次の段落ですそして、今年の特徴としてどんな点が挙げられるかというと昨年、大改正のあったマンションの建て替え等の円滑化に関する法律からは改正部分、やりましたよね改正対策講座等でやりましたよね団地における敷地分割事業等ですねやりましたねねでででもこれは一切出出ませんでしたた、ね、なかったいいですね。 であと B 群でありながら毎年、出題されてきた宅地造成等規制法が改正の関係で今年出ませんでしたね出なかった。あのご存知の方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、えっと、2年前ですね2年前静岡県の、ねえっと、熱海市ですねであの土石流、ですねあの土砂崩れの大事故が起きて、まあ、30名近い死者の方を出してしまったということで,でそれを受けて昨年です、昨年この宅造法が あの改正さされれてもう交付されたんですよで施行されるのが実は今日23日であと3日後です5月の26日今年今月の26日にその改正された宅造法が施行される、まあ、その関係で今年はね託造法が出なかったそういうことですね。でちょっとこれもお話ししておきますとあの宅造法ですけども法律名も変わってます。宅地造成及び 特定盛ょ土というのがね土を盛る盛戸っていうのがね法律名に加わって条文数も爆発的に増えてますしたがってねこれもはっきり申し上げますけど来年行政法規もう一回受けるよ <laughs> そういう方はちょっとね心しておいてくださいですね宅造法大改正があったよですねじゃあちょっと戻りますよよいしょ失礼しましたでこちらで B 組でありながらね これ毎年出てきた出題された託蔵法出なかったよで代わりにです、ね、これ森林法が出ましたね出題頻度の低い森林法が問題32で出題されたまさにこれピあの野球というと代打、ね、ピンチヒッターみたいなやつですね託蔵、ね、法の代わりに森林法が出たよということで,でそしてこれまで最後ですね出題法令に含まれながらも1回も出題されたことのなかった金融商品取引法、ね、金賞法が 問題40番の足の井でね初めて被災されたとねこういう点がまあ今年の特徴として挙げられようかと思いますねじゃあ今度右のページですねこちらからこの今回の本試験問題ですねこちら載っけてありますのでちょっとね気になる問題ですね気になる問題ちょっと皆さんと一緒にねちょっと見てまいりたいと思いますで早速ですねこちらえーとね 4ページですね、下にね、あのノンブルが振ってありますんで、ちょっと4ページ開けてみてください、ね。本当は全部しゃべりたいんですけどね、なかなかそんな時間もありませんので、まず4ページ開けてください、問いの3番ですね、問いの3番、これ、不動産の鑑定評価に関する法律の問題だったんですけど、オンラインリサーチの結果によると83、83%ということでね、ねこれ、多くの方が正解されてます。皆さんもでできましたねねここれ、ね、でこれ えと正しいものの組み合わせどれかってことでこれ「い」の足読んでもらうとすぐ「あこれ丸だよね」分かりますねするとねこれ組み合わせ問題なんで下の組み合わせ見るんですよすると「い」を含んでる足の1番と2番ねこのどちらかが正解したなとであとは異なっている「歯と「二を比較するで「歯を見るとこれ皆さんお気づきになりましたこれでしたね。歯の足の足 2行目の終わり都道府県知事を経由してってやってこれもうちの講座で全部やりましたね,ねこの不動産の鑑定評価に関する法律2年前の改正で経由っていう2文字が完全に消えたよだから条文検索かけてもこの経由っていう2文字はどこにも出てこないよってさんざん抗議でやりました、ね、だからもうこれ見た瞬間ねもうあ謝りということでねしたがってこれはは。 これ歯を含んでるこの足の1番ですね。足の1番これがね誤りで残った足の2番が正解しってことで結構ね。うちの講座でね。勉強された方は特にね。簡単に解けたんじゃないのかなと思いました。これこれ2年前の改正でしたね。で続いて今度ね。6ページ開けてみてください。こちらよいしょ。6ページです。で問いの7番都市計画法。これちょっと見ときます。で、これもね。 これは B ランクか65%ですねテックのオンラインリサーチ用と65%でもこれはね私からすると取ってほしいこれは A ランクですよ A ランクとしてねやっぱりね位置づけられなきゃいけない取ってほしい問題ですでこれ誤ってものはどれかっていう単純正誤問題なんですけどもこれ正解詞が足の4番ですねこれが誤りで本文の正解肢です皆さんできましたできました でこれ見てもらうとまず上のね問題文を見てもらうと1行目、これ再開発といしょ促進区ね地区計画の一つである再開発と促進区ねこれ名前の通りで再開発を促すそういういと,ところが足の4番見ると1行目特定大規模建築物ってことでねこれは。 再開発等促進区のキーワードじゃなくて開発整備促進区のキーワードだったこれも講義でね講座内で随分やりましたね非常に似てるお尻3文字が促進区っていう点で共通だけど再開発等促進区と開発整備促進区中身が違うからしっかりキーワードを押さえといてねってありましたしたがって足の4番1行目の特定大規模建築物一万平米超ね大型ショッピングセンターね これをしっかりと覚えていればね、この65%、ね、という正解率じゃなかったろうと思います私の中ではこれはとってほしかったそういう問題ですねで続いて今度右のページ見てください今度7ページの問いの9番これもちょっと触れときますこれも都市計画法で単純整合問題ですね誤ってもらうどカーなんですけどこれをね正解率はね悪くないんですよ75%なんですねこちらですね でこれ正解誌が足の3番ですねこれが誤りで正解誌でした皆さんできましたこれこれまさに去年の最新の改正点ですねやりましたねね開発許可基準です事故の居住のように供する住宅の建築のように供する目的で行う開発行為ねこれ自己所有、うん、自己居住用建築物でした この場合については開発許可 OK だった、ね、ある意味自業自得だよね。自業自業得だからこれ OK だよねでやったでしかも2行目見てもらうと、ね、あのいわゆる災害デッドゾーンに追加された浸水被害防止区域これも載ってる2行目、ね、まさにこの足の3番ですねこれはね、まあ、75%はかなりの方はできてますけどちゃんと去年の改正点勉強した方へのサービスです。 完全にこれサービス問題ですちゃんと勉強してればねもう点数上げるよこれがまさに正解ですからこの足の3番だけでもうピンポイントで答えを出せるように出題者が出してくれていますやっぱり改正点は勉強しておきなさいよそういうメッセージだろうと思いますであと次この同じページの問いの10番見てくださいこれも都市計画法なんですけどこれも正解率悪くないんですよ74%ということでねこれ開発許可ですね開発許可のね問題でただね これ正解紙がこれ開,発えとねこれ開発許可を受ける必要がある必要があるえと開発行為の組み合わせとして正しいものどれかってことで正解紙が足の4番なんですけどねこれまあ74%の方が正解されてるんですけど皆さんここれれできました,できましたこれね足の5番にマークした人がなんと21%もいたんですよ。正直、私ちょっとオンラインリサーチの結果見てびっくりしました。これ 歯は共通でしょ足の4番と5番見てもらうと「歯は共通なんであと2と比較するでしょ。ねにはちょっと読んでみてよくわかんないなと。でも「ほ」はこれはわかんなきゃダメですよ。準都市計画区域において廃棄物の処理および清掃に関する法律による「ゴミ処理施設」の建築のように供する目的で行う3,000平米の開発行為ってことでこれ「ゴミ処理施設」って来たら 公益上必要なな建築物でですすよやったじゃないですかかかあそこから推論を働かせるんですよ。で実際過去問でもね「火葬場」っての出てますよね「火葬場」レックの足別にもねあの乗っけてますけどもそういうね過去問で聞かれてる火葬場が交易上必要な建築物であるならばこれ、ね、今回のゴミ処理施設これもやっぱり交易上必要な建築物に含まれるであろうと。 その辺の推論はやっぱね、あの働かせてほしかったね。だから一応74%の方正解してますけど、もっと取ってほしい、もっと取ってほしいね。なさんの中でちょっと取りこぼしちゃったよという方はね、もう一回そういう解き方もね、ちょっと確認してもらえればと思います。で次、今度ね、ちょっと9ページ開けてください。でこちらがね、問いの12番ですね。問題12番とちかく整理法です。 でこれがね65%っていうことでやっぱ B ランクだったんですね。でももこれも、ね、取ってほしいで見てもらうと位からほまでの旧秩のうち正しいものの組み合わせはどれかってことなんですけどまず位の足見てください。イの足施工者は仮管地を指定した場合において従前の宅地に損する建築物と移転しまたは除却することが必要となった時は。 これらの建築物と移転しまたは除却することができるってことでこれもあれじゃないですか当たり前のこと言ってるんですよ。ね仮勘地してね指定してで従前の宅地について権限、ね、権利持ってる人に引っ越してもらってあとはここで工事あるわけですから、ね、当然、ね、これ必要になった時にはこれ移転したり除却できるよねってことでそうするとこれ正しいものって、ね、聞いてますんで。 胃の足が正しいということで下の組み合わせも見てもらうとこれ1と2番のどちらかしかしないんですよ、ね、であとは「ろ」と「は」を比較するだけ「でろ」見てもらうと「は」ですね、を見てもらうとこちら見てくださいね土地区画整理組合は仮勘庁を指定しようとする場合においてはあらかじめその指定について総会もしくはその部会または総大会の同意を得なければならないということでこの「は」はテキストに載ってますよ。 しかももっと言うと今ご覧いただいた「い」の足も「歯の足もともに過去問で聞かれてるんですよ。だからこれ「い」と「は」丸したがって足の2番これが正解ってことでこれはまさにね過去問をきちんとやってれば確実に得点できるってことですね。あともうちょっと付け加えるともう一回「い」の足見てください。これ イの足これはもう「丸っていうふうにね自信持ってつけてほしいんですよ。でそうするとそうすると一番最初のこの「ノの足ねこれで丸×が確定するとあとは下の組み合わせを見るとねもう足が思いっきり2つに絞れるんですよ。でこういう問題っていうのは私も問題作るからわかるんだけど出題者としては明らかにと取らせてあげようって言って作ってるんですよ。取らせてあげよう得点させてあげようそういう問題なんですよ。だから やっぱりこういう特に一番最初の「い」の足で丸バツがはっきりねつけられればそれを軸にしてあとは組み合わせを見て消去法で答え結構簡単に出せるだから特に「い」の足で基本的な知識を聞いている問題については基本的に出題者はその問題できるだけ取らせてやろうそういう意図で作っているというのはちょっとこれも覚えておいてください。次もうちちょょっっとととやりまますよであとねちょっと飛びしてあこれだ 14ページ開けてください14ページ建築基準法いきます14ページ建築基準法の問いの18番ですね問いの18番でこれがねいよいよ出ましたね C ランク45%だったんですよ正解率がでもこれはね取ってほしい私の中ではでちょっと見ていきますよこれ誤っているものはどれかっていう単純整合問題で誤ってるのが足の一番ですね でこれが正解誌です正解史だからもうこの足の一番さえ分かればピンポイントで答えが出せるでこれ場所見てください1行目特別用途地区内においては法第48条第1項から第13項までに定めるものを除くほか地方公共団体はその地区の指定の目的のためにする建築物の建築のこれ制限禁止なんですよ これね2行目見てくださいね制限禁止なんですよに関して必要な規定を国交大臣の承認を得て条例で定めることができるこれですでねこの1行目の48条1項から第13項これはいわゆる用途制限のねあの用途制限を指してるんですよ用途規制です用途規制ただこんなの分かんなくてもこれ特別用途地区で国交大臣の承認が 必要な場合って散々やったじゃないですかね。これは用途規制を緩和する場合だけなんですよ緩和する場合もともと特別用途地区っていうのは厳しい法規制かけるからもしその中で緩和するんだったら国交大臣の承認を得なさいよこれがその規定の趣旨ですよって公議で散々やったじゃないですかね。ところがこれ問題文見るとこれ緩和する方向ですか逆なんですよこれね。これ 強化しちゃってるんですよ強化する時は国交大臣の承認はいらないんだよであやったじゃないですかもともと特別用途地区厳しい法規制かけるから緩めるんだったら国交大臣の承認がいる逆に本番みたいに制限禁止、ね、定めちゃう、ね、これ強化する場合については国交大臣の承認いらないよってやったその意味でこれはね足の一番見てピンポイントで出してほしかったなそういう問題です。いかがでしょう まだりますよで続いて今度、ねとえー、と16ページ開けてくださいで。問いの21番、これちょっと触れときますね、<laughs> 円滑化法です、円滑化法、これ、正解率が59%ということで、B ランクですね思いっきり B ランク。ただ、これ、さっきも、ね、申しましたけど、残念ながら今年、ね、改正点から出ませんでしたいわゆる前半の、ね、建て替えから出ましたけど、これも私、皆さんに申し上げてましたね、講座の中で。 確かに大改正あったけども必ずしも改正部分から出るとは限らないよ前半の建て替えから出る可能性もあるから絶対にその辺のね確認も怠らないでねって申し上げましたねでこれ見ていただきますとまずこれもね意の足見てくださいこれ丸なんですよこれ間違えちゃだめです絶対に建て替え合意者マンション建て替え組合ね設立の認可を都道府県知事で丸括弧の中がこれ知事等ですね市長だから知事等に これ申請しようとする場合には建て替え合意者の4分の3以上の等やったじゃないですか円滑化法が一番厳しいんだよねやったじゃないですかこれ丸ですよそうするとやっぱりさっき言ったように意の足がこれ優しくてね丸だって分かると下見てくださいやっぱり足の1番と2番に絞れちゃうんですよ絞れちゃうねで次のこれね「ろ」を見てください次の「ろ」ですこれ組合において「 こちらね組合において権利返還計画について総会の議決があった時は当該議決に賛成しなかった組合員は当該議決があった日から2月以内に組合に対し区分所有権および敷地料権を直で買い取るべきことを請求しなければならないってこれ最後がおかしいですねこれ買い取り請求権ですから請求することができるってことでもうこれも皆さん瞬時にねおかしいねって気が付いたと思います。ですね そうすると「ロは誤りだからねこれ組み合わせ見てもらうとこれ「い」と「ほ」で足の一番これで簡単に出ちゃうんですよたった2つの足です「い」と「ロだけで簡単に答え出ちゃうで一応保険の意味で「ほ」を見ますね一番下でこれ見てもらうと施行者は先取り特権と七権もしくは低等権または仮登記もしくは買い物書の特約の登記にかかる権利の目的物について「保証金」保証金を支払うときはこれらの権利者のすべてから「 供託しなくても良い旨の申し出があった時を除き、その保証金を供託しなければならない。これ丸ですよ。この帆の足はわかんなかったって方はね。勉強不足です。これ、うちからレックから出してる足別行政法規も載っけてあります。ちなみに星2つです。星2つだからこれはね丸ってね。これダメ押しですよ。ここはねしたがって、自信持って足の2番とねいう風うに出して欲しかったな。そんなところですね。で、もうちょっとやります。でね、えー、っと。 次、今度二十五ページ開けてください。こちらね。で、問いの三十番です。問いの三十番、自然公園法ですね。二十五ページ、問いの三十番、これ正解率が六十七パーセント。やっぱり B ランクですね。B ランクでした。で、これ誤ってはどれかってことで、足の一番が誤りでこれが正解し。で、環境大臣は。 国立公園の区域を変更これ変変更更ですね変更しようとするときは関係都道府県および審議会の意見を聞くよう努めなければならないという何じゃこりゃって感じですね。これテキストも載っけてあるんですけどこれ定める場合ですね指定する場合については関係都道府県および審議会の意見を聞くな,んですよ聞くなのに 同じように変更しようとする場合何でこんないきなり勤めなければならないというふうに緩和されちゃうのね、おかしいでしょうだからこれはちょっと一番おかしいぞってちょっとその辺のね当たりはつけてほしいんですよただ正直言ってこの問いの30番じゃあ解きやすいかというと決して解きやす,きやすいとは言えないですね結構難しい細かいですよ、ね。一応ここんなところですね、まあ 他にもちょっとやりたいんですけど、ちょっとねそうそう時間ですのでね、でちょっとまたこのレジュメ、ちょっと前の方にお戻りください、さっきご覧いただいたね、こちらですね、行政法規本年度試験傾向というこのページ、ちょっと見てください、最後ですね、この下の、括弧さんの総括、これ読んで終わりにいたしますですね、で昨年より2問分難しくなっているということで、総合的にね考慮して、一応、私の中ではね、まあ、行政法規は65点。 ね、問題数に置き換えると26問がまあ一応合格ラインかなと行政法規ですね行政法規去年がね行政法規7割で鑑定理論8割で合わせて150がまあ合格ラインで去年行政法規7十7割から今年は2問分引くとやっぱり65かなとそんな、ね、計算なんですよ私の中でねでただじゃあ今後どうしたらいいのか皆さんの中でねちょっと今回ね出来合い待ちだったから来年もう一回目指すよ あるいは来年初めて受けるよそういう方に向けて最後、ね、ちょっとお話をいたしますけどもやっぱり過去問中心の勉強法は崩しちゃだめなんですよ。ダメいいですねあの今回みたいに過去問で、ね、聞いてない知識問題結構出てますそうするとそういう知識問題に引きずられて細かい勉強細かい勉強というふうに言ったら本末転倒なんですよどこまで行ってもこの出題のベースになるのは過去問で繰り返し聞かれている知識なんですよ。 だからそれは絶対に動かしちゃいけないのでそれプラスこれですね、まあ、レックでね担当実践当連等で問題演習を積んでくださいそれによってね初見の知識問題にも十分対応できるからとにかくベースになるのはやっぱり過去問ですこれは絶対動かさないでくださいいいでさまざまな知識に引っ張られちゃだめですよまただって来年揺り戻しでね基本的な問題出る可能性あるんだから 去年と同じような問題がね、来年出る可能性もありますから。その時に過去問やってなかったら解けませんから。ね、ぜひ過去問をね、ベースにした勉強は絶対に動かさないでください。じゃあ、以上で終わります。はい、では鑑定理論担当します。歴戦にこうの川原です。では、お手元今度は鑑定理論のレジュメ準備してください。はい、で、表紙めくりまして。 1> で回1段をめくりましてで本年度の試験傾向というところですねこちらのページを見てください。3行目、括弧1のところまず難易度ですね、えー、と確実にとってほしい A ランクの問題が28問で合否を分ける B ランクの問題が7問で合否に影響しない C ランクの問題が5問という割合になっていました。 昨年度から比べますと,、えー、と行4行目、A ランクの問題が4問減少しその分、B ランクの問題が1問 C ランクの問題が3問増加しています。つまり昨年度よりも難易度は高くなっているんだということになってきます。続いて形形式式面面ですね形式面 個数問題がゼロであることで計算問題が2問と少ないことが固定化された感がありその他配分としましては単純正合問題が3問減って10問組み合わせ問題が2問増えて26問穴埋め問題が1問増えて2問となっていますもう一度単純正合問題が10問組み合わせ問題が26問で穴埋め2問の計算2問という割合になっていました、えー、と比較的点数が取りやすい組み合わせ問題が増えてはいるんですが続きの文章 なお、組み合わせ問題については、問題三のように、組み合わせの数が異なる。選択肢が示されるパターンが、六問から九問と増加しています。あのいい色とか、いい色派みたいな形で、選択肢の数がね異なる。組み合わせが並べられている。そういったねパターンの問題が増加しています。さらに、いいのみ、色のみという、一つのみの組み合わせの選択肢が示されるパターンが、これ、復活しています。過去の本試験で、このパターンあったんですけど。 本年のですすね久しぶりに出ていますなので一見組み合わせが増えているので形式面はなんか優しくなっているように見えるんですがこの数が異なる選択肢さらにはこう、ね、E のみ、ローのみこういった、ね、1つのみの組み合わせが示されるパターンが増えてますのでこれ形式面からも鑑定理論はどちらかというと昨年度よりも難易度がちょっと高まっているんじゃないかなとしし続いて、かっこさん、次題分野。 昨年度に引き続き全範囲からまんべんなくそれぞれの章の分量におおむね比例した問題が出されています、えーと。出ていない章はないです。で、昨年度と同様複数の章にまたがる総合問題ですね、3問ほど出されています。やや解きにくいですね総合問題が3問出ています。で続いて、かっこ4、その他傾向としましては、昨年度に引き続き暗記色の強い価格転嫁要因の0時。 鑑定評価後の求め方、つまり重みづけ、さらに総合的観事項に関する問題が多く出されています。あの問題作りやすいんですよね。この傾向はしばらくね。続くと思います。また、得点しやすい穴埋め問題の難易度が高かったことが特徴として、あの問題12ですかね。あの近隣地域の地域分析の穴埋め問題。 細かい留意事項ですよね。なかなかね。正解を導いたのは結構難しかったと思います。なんでそういった意味でもですね。ちょっとね。難易度が高かった。そういった傾向がありました。で、次の段落なお、計算問題については、比較的簡易な計算で処理できるインプット式の問題問題39はですね。できれば得点して欲しかったところということになってきます。 一応、公開試でインウッド式の問題を、ね、出しました。なので、インウッド式の計算の流れ自体は理解できたと思うんですね。で、問題40と比べれば、計算自体は比較的簡単に処理できる問題39ですので、なかなか計算問題難しいとは思うんですけど、どちらかといえば問題39はなん、ね、とか得点してほしかった、そういった計算問題ということになっていきます。で、最後まとめていきますと、以上より、本年の担当本試験は、マイナー分野からの足、やや疑義のある足。 表現が曖昧な大把握の難しい足が含まれる問題が増加しており昨年度の本試験よりは若干難易度が高くなっていますが過去問を繰り返しとき、答錬や模試で出題されやすいポイントをしっかりと押さえていた受験生ならば十分に対応できたものと考えられます、えー、と例えば、リンチの評価等々のマイナー分野からの足あとはもう日本語として成立していないようなそういった疑、ね、義のある足。 さらには何を聞いているのかいまいちわからない、大把握の難しいやつですね、そういった話結構含まれていたと思います。なので、解いていて、なんかやっぱ難しいなって感じたと思うんですよね。ただ、実際皆さん、どうですかね、自己採点してみて、思ってるほど悪くなかったんじゃないですかね、意外と取れている。 必ずとかのみとかそういった限定文言結構ありましたよねちなみに必ずという付いてる足が5足ぐらいあったと思うんですけど確か全部誤りの足でしたそういった意味では結構そういったことをヒントにして正解を導き出すことはですね意外とできたんじゃないかなと思っていますなので最終行そのため官邸理論の合格ラインは 7割五分ですね、30問、去年が8割32問でした、なので、まあ、2問ほど下がりまして、ねえー、30問ですね、7割5分、A ランクが28問でしたので、A ランクを確実に取って、プラス B ランクを何問か拾っていただいて、なんとか30問ですね、7割5分ですね、クリアしてほしかったんだということになっていきます。問題ででですねいいくつか解説してはは本試験問題です、ね、では2ページ開いてください 本試験問題二ページ問題の位見てください。はい問題の位置総論第一章不動産とその価格の特徴に関する問題ですね。これ正解率は六十パーセントがレックのリサーチで示されていました。まあ業比を分ける B ランクの問題ということですよね。で正しいものはどれか正しいものはこれ一と六で一番が正解ですね。一番が正解でデータリサーチ見るとこれ。 歯を正しいと判断して2を正解と判断した方が30%もいたんですよね。なんですけどこれ歯を見ますと歯これ不動産の地域性に関する記述です、ね、不動産は2行目地域との間に共同代替等の関係に立ちってありますよね。これ地域との間には 依存保管等の関係に立ち地域内の他の不動産との間に共同代替競争等の関係に立つということでこれ過去の本試験で出てますよ平成22年の本試験で出ていますさらにレック実践答弁の3回目でまま出してますよこういった話を。なので過去問しっかりやっていて実践答弁の復習をしっかりとしていれば当然これも誤りと判断して 1>, 1番を正解と判断してほしかった60%になってますがもっと高くなっているような確実に取ってほしかった問題1ということになってきますでは7ページ問題8移ってください、はい、7ページ問題84章諸原則に関する問題こちらは正解率68%ですねやはり 合比を分ける B ランクの問題です。で、正しいものは正解紙はえっとロト2で3番が正解ということですね。で、やはりリサーチですとえっと方を正しいと判断して2を正解と判断した方が21%いました。で、確かにこの問題はこれも。 暗記をしているかどうかが単純に試されている問題ですよね。あの実務的な問題がやっぱ出しづらいので、こういったもう単純に暗記を試すような問題は今後も続くと思います。あのちょっと面白みに所持掛けると思うんですけど、こういった問題は続くと思います。で、これなんか日本語として読むと全部のしあってそうなんですよね。 ででもそういういいいことを聞いてるんじゃないんですよねもう単純に諸原則の定義をあなた暗記できてますかそういったことが試されています。で、ほの足なんですが、これ、競争の原則の定義ですよね。で、一般に超過利順は競争を邪気し、競争は超過利順を減少させ、終局的にはこれを証明させる傾向もしつが正しい内容ですよね。で一見引っ掛けけ的なんですけどですども ちゃんとレックのテキストには横見出しで超過利順とは平均以上の利順です説明とともに講義の中でコンビニがないところに新しくコンビニを出店したらば平均以上の利順を生み出して競争が生まれてそういった競争の過程の中で不動産の価格だったり賃料は形成されるんですよしっかり説明しています。これ単純に暗記だけじゃななくてててしししっっかかりりりとと理解を聞いていますなので炎足ははやはり誤りと判断して欲しかった そういった意味でも、三番をね、正解と判断してほしかった。やはり、もっと正解率が高くなってもいいような。私、そう言って、これ、簡単にも解けたんですね。これ、は暗記してるからです。なんで、正直厳しいんですけど、暗記をできているかどうか。そういったことが試される問題が、今後も担当では続くということになってきます。で、今度、十三ページ問題十七見てください。はい、十三ページ問題十七。 えっと、利回りに関する問題ですね。こちら正解率は六十三パーセントですね。やはり合計分ける b ランクの問題です。で、誤っているものは正解詞は、えっ、ー、と、いとはですね。一番が正解ということになってきます。で、えっ、ー、と。ろを誤りと判断して、三番を。正解と判断した方が二十三パーセントいました。で。 えっと、結局、これ、いとろですよね、どちらが誤りかで、これね、大きく分かれてきた、で、ろの足、10年もの国債の利回りが上昇し、取引利回りから求められる還元利回りも上昇している場合、期待利回りも上昇する可能性が高いということですよね。ただ 期待利回りの求め方は還元利回りを求める方法に順次と求めていきますのでということは還元利回り上昇している場合には傾向としましては期待利回りも上昇する可能性が高いなんとなく合ってそうだなって感じはしますよね一方でイいの足ですよね還元利回り求める方法の一つに金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法がある金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求めるのは 割引率ですよねでこれたまに確かに実務ですとこの方法で割引率が求められるんですよって説明してしまう高とかがいるんですよ。でも 実務的なことなんて今の本試験では担当論文を通じて聞かれませんからねそんな知識はいらないですもう単純に基準留意事項上還元利回りを求める方法として当該方法が挙げられているかどうかが聞かれていますこれは挙げられていません割引率を求める方法の一つとして挙げられてますので単純に誤りですなので1番を正解ですね誤っている 組み合わせとして選んでほしかったやはりこちらも63%なんですけどもともと正解率高くなってもいいようなそういった問題ということになってきますはい、で今度は23ページ問題28見てください、はい、23ページ問題28 建物およびその敷地の価格の鑑定評価に関する総合的な問題ということになってきます。えー、正解率は54%ですよね。かなり C ランクに近い B ランクですね。で正しいものは、えー、とこちらは4番ロとホが正解種なんですけど、これ、えー、と2を正しいと判断して5番を正解と判断してしまったから方がこう30%もいました。でまず 穂の足はこれ過去の本試験でも繰り返し聞かれてる知識ですのでこちらは正しいと判断できたと思いますであとは路とにってことですよねその比較で判断するで確かに路の足は少し考えなければなりません尺立ての評価を行う場合後半尺知見の対応に応じて総合的に勘案する事項が異なると示されています 借地権付き建物の評価にあたっては構成要素であります借地権の勘案事項を勘案していきますで、借地権の勘案事項というのは借地権が普通借地権なのか定期借地権かによって勘案する事項が異なってきますよねつまり借地権の対応に応じて総合的に勘案する事項が異なるその通りこれ正しい足ということになっていきます一方で二の足 式の鑑定評価、収益価格は実際支払い賃料に基づいて査定するかというとこれ実際、実質賃料ですよね、単純に誤れたと判断することができます。なのでこれ4番が正解と判断してほしかった、これ54%、もっともっとやはりこちらも正解率高くなっているようなそういった問題ということになってきます。 はいでは続いて24ページ問題29見てください。24ページ問題29、九二ての評価に関する問題ですね、こちら正解率49%、50%というか C ランクの問題ですよね、一応 C ランク、合否に影響しないと言ったんですけど、まあ、これ、本当は取ってほしいですね、もっと正解率高くなってもいいような。 問題です誤っているものは2とほで5番が正解なんですがでえー、っと歯を誤りだと判断して4番を正解と判断した方がやはり34%いましたでまず2はこれ重みづけですよね明らかに誤りだと判断することができますなのであとは歯とほの比較ですよね。で歯は これ留意事項ままです確かにちょっと細かい留意事項なんですけど歯の表現は、これ、閣論第1章のくたての確認に関する留意事項そのものです。で、ほの足ですね、これ、くたての積算価格の求め方、くたての積算価格の求め方は全体の正常価格に配分率を常時と求めるかというと。 これ大は小を兼ねないですね厳密に文言は判断していく必要がありますこれくたての積算価格の求め方ですので全体の積算価格に配分率を乗じることによって部分であります、くたての積算価格を求めていく必要があります正常価格でではないです。 これやっぱり暗記できていれば、もうさらっと誤れと判断できるんですけど。それが弱いと、どうしてもこれ正しく見えちゃうんですよね。なんですけど、こういった問題やっぱり出ますんで。これ誤れと判断して。五番を正解と判断してほしかったんだということになってきます。で、じゃ最後二十七ページ、つってください。はい、問題三十三の方を見てください。二十七ページ問題三十三。 継続賃料、格論第2章に関する問題ですね、正解率35%ですね、これ、鑑定理論ルの中で一番正解率が低かった問題です。なんですけど、こちらもやはり取ってほしかったです、個人的には。で、正解値は正しいもの、4番なんですね。確かにこの問題は冒頭で説明した通り これ数が異なる選択肢が与えられている組み合わせ問題の中でも難易度の高い組み合わせ問題です。これ実質個数問題と言えるわけなんですね結局は少しずつ増えていくので結局すべての足がある程度わからないと正解を導出せないようなちょっと消去法が使えないようなこれ難易度が高い組み合わせ問題です。なので確かに難しいんですけどこれ2の足を正しいと判断して 3番を正解とした人が20% 5番を正解とした人が41%もいましたものすごく驚きですで、2の足見ましょう宅地の継続賃料の鑑定評価にあたり総合的に緩和する事項として酵素効果の推移土地および建物価格の推移があるとなっていますこの校舎の方ですよねで、 宅地の継続賃料の鑑定評価において掲げられている総合的勘案事項というのは建物及びその敷地の継続賃料の鑑定評価においても順次で勘案していきますただ読み替えが必要なのが2つあるんですよって形で示されていましてそれは地代の場合の 土地価格の推移というものは家賃建物及びその敷地の継続賃料の鑑定評価においては土地及び建物価格の推移と読み換えて勘案する必要があると書かれていますで、この知識は実践当連でもオプションの模試だったんですけどファイナル模試でも さらに私が直前に行った10点アップできる川原メソッドという講義でもずっと指摘してきましたこれ読み替えが必要です地代宅地の継続賃料の場合の勘案事項土地価格の推移というものは家賃建物およびその敷地の継続賃料に評価にあたっては土地および建物価格の推移と読み替えるんですよつまりこちらは 建物およびその敷地の継続賃料の鑑定評価における勘案事項です。もうすぐに誤りだと判断して欲しかったです。ああもうあの読み替えのものが実践討論でもファイナル模試でも10点アップの講義でもこれ指摘していた内容だな誤りだなそうなってくるともうこれはもう4番しかないわけなんです。 ある程度的にもなのでこの35%みたいになるような問題ではないです。レックの受講生ならば。さんわからないですでもレックの受講生ならばもう繰り返し指摘をしていきますのでぜひ得点してほしかった35三3三問ということになってきます。はい、で皆さんが一番知りたいのは最終的な担当の合格ラインということですよね。でえー、っと皆さんに、えーっとあの 本試験の正解数をあのデータリサーチという形で登録してもらっています。で、あのデータって嘘はつかないんですよね。ずっと同じような傾向があります。で、データリサーチを登録している方というのは比較的自信のある方が登録しています。なので、データリサーチの平均点がだいたい毎年の合格ラインになってきます。 ちなみに去年のデータリサーチのこのキルの時点での平均点は151点で実際の本試験の合格ラインは150点でした。で今今日時点のレックのリサーチの平均点は139点です。ってことは去年の傾向からするならば今年の担当本試験の合格ライン総合点は140.56問ということが推定されます。ただ どちらかというとこのデータリサーチの平均点よりも下振れの形で実際本試験の合格ラインが発表されることが結構あり得ます個人的にもどちらかというと下振れの可能性が高いと思いますなので137.5点場合によっては135点もあり得るんじゃないかと思っているぐらいですで、あと皆さん気になっているのは科目ごとの 最低ライン、基準点が実施されるかどうかこれ気になってますよね確かにここ数年、実施されています。で、これ、受験する前は当然気にすべきなんですけど、これも受験し終わってしまったので、これも気にしてもしょうがないです、正直言うと。これ、実施されるのかどうか、じゃあ何点がラインなのか、これ、発表されないとわからないです、なので、これはもうね、気にしてもしょうがないです、正直言うと。あの これ合格する可能性が総合点であるならばこれも次の論文に向けて勉強すべきです。もう、えー、どうなのかなって気になってで発表まで全然勉強、ね、こう始められずにでいざ発表になってやっぱ受かってしまったでも全然勉強できなかったこれ一番陥ってはならないのでもう、ね、総合点で合格する可能性があるならばこれ論文に向けて学習を、ね、淡々と進めるべきです。で 今年の論文本試験をしっかりともうね行っていこうという方はもう直ちにですね勉強を始めるべきでそういった方にはネックですと直前のいろんなオプションな講座例えば経済学ですと森田講師の穴埋め計算問題を切るとかこういったオプションの講座さらにはあの試験委員によってね問題が結構ね色が変わってきますのでこの試験員の対策講座とかあとは一番最後これ海の日を使いまして本試験と同じ日程で同日月のね3日間で 直前のファイナル模試というのも実施しています。ちなみに去年の生クラスほぼ半分の方が合格しています。かなり高い合格率でこのファイナル模試の受験生ですね合格しています。こういったオプションなんかもありますのでぜひこういったものを取っていただいて淡々ともうあと残り2ヶ月ですので論理文に向けて学習を進めていただきたい。一方で今年は担当のみ 論文は来年って方いますよねただ来年の論文本試験だったとしても,もうね1年ちょっとしかないですすぐに来年の論文本試験来てしまいます。なので、直ちに来年だったとしても論文の確証を、ね、すぐに進めてほしいんですね。ねなのでで総合点で 145点取れてる方は多分、科目ごとの点数もクリアできてると思いますので145点以上の方は直ちに論文のコースを申し込んでいただいて勉強を始めてください。一方でボーダー前後の方6月の28日の発表まではなかなかですね講座を申し込むことはできないと思います。そそうういいった方はネックの鑑定時間のの定ホーーームペペジジ担当受験生応援ページというのがあるんでですけどそこで 登録をしてもらうと来年の論文に向けた鑑定理論の論文対策講座のブリッジ講座全4回分これ無料で視聴できるようになっています来年の論文に向けて、えー、とね基準例事項をどういった形で暗記をしていく必要があるのか 答案というのはどういうふうに、ね、作成すべきなのか論文に向けての、ね、橋渡し的な講座全4回分、ですねこれ登録していただければ誰でも無料で視聴することができますのでこういった講座なんかもうまく使っていただきまして少しずつですね特に鑑定理論は基準理事項ですね可能な限り暗記を進めていくってことが重要ですので学習ですね始めてください。 で残念ながら、ちょっと、ね、なかなか厳しい点数だったという方もいると思いますで続けるのか続けないのか、えー、続けるならばどういった講座、ね、コースを取るべきなのかあの全然です、ね、相談に乗りますのでぜひです、ね、問い合わせをしてください。でまず、ね、もう今日をもってしてし 担当の本試験のことはですね一旦区切りをつけていただきましてもう次はですね論文ということですので次のステップに向けて学習ですね始めていくようにしてください。はいでは以上をもちまして2023担当本試験を受けるですねイベント終了させていただきます。ありがとうございました